ケッチュはドイツビュルテンベルク州ラインネッカー郡に属する自治体。この町はライン川沿いの高台に位置する。クライヒバッハ川がこの町でライン川に合流する。ヨハンゴットフリーとツラスのライン川直線化により形成されたラインインゼルにある自然保護地域も1931年からこの町に属している。旧カールルートビヒコの管拓地は1896年には すでにこの町に合併していた。隣接する市町村は北から時計回りにブルール、シュベツンゲン、ホッケンハイム、シュパイアーである。ケッチュは1150年頃に初めて文献上で研究されている。おそらく14世紀中頃に村としての自治機能を得た。1803年、シュパイアー市協領が廃止されたことにより、ケッチュはバーデン大綱領に移された。 ここではアムトラーデンブルクに属したが、1924年から別クアムとマンハイムの管轄下となり、これが後にマンハイム軍となった。1910年から1938年まで種別人間決樹間の路面電車が走っていた。1915年に決樹に上水道、電力網が整備された。バイマル共和制の国会選挙は1924年から、 1928年を除いて常にドイツ共産党が最有力政党であった。最後の自由選挙となった1933年の選挙においても KPD は48%の票を獲得し、中央党が27%、クスタップは17%の得票であった。NSTP がドイツ全土で権力を掌握した後も決中には長い間。 抵抗勢力が存在し続けていた。1935年、ケッチャー・コモヤニソンは突撃隊に対し、いわゆるザールの戦いを展開した。第二次世界大戦では255棟の家屋が破壊された。1945年、ケッチュにアメリカ合衆国軍の兵が侵入した。カトリック教会戦2 4 9年にケッチュに初めて教区が設けられた。 シュパイアー市教領に属した村にふさわしく、住民の多数がカトリック信者である。1960年の時点でもカトリック信者が80%以上を占めていた。ネオロマネスク様式の教会堂は1906年に建設されたものである。プロテスタントの信者はブルールの教区に属した。1938年にケッチュに 初めて支部協会が組織され1956年に独自の協会が建てられた。1968年にこの協会は独自の教区を持つに至った。決中の町役場決中の町議会は22議席からなる。主張は8年ごとに住民の直接選挙で選出される。前任者が高齢のため引退した2006年の選挙では、 ギュルゲン・カッペンシュタインが94.09%の支持を集めて当選した。彼は隣接するシュベツンゲン市で上級市長を務めたベルンとカッペンシュタインの弟である。第二次世界大戦後からの市長を歴記する。2002年以降、結ュには青年議会が設けられている。紋章は銀字と青字に左右に分割。向かって、 左は16世紀の伝説上の人物であるエンデルレが描かれている。向かって右は端に菱形の飾りがついた十字がついた金の三角形でその周りに四つの星形があしらわれている。十字は1715年の印象に遡る。1912年にジェンダランデザー,アーカイブによって制作された紋章にも見られる。紋章の色は シュパヤーの銀と青である。町の要望により、1957年にエンデルレを加えた新しい紋章が制定され、内務省の認可を得た。旗は、1957年以来、黄色から青である。カゴサイク氏の描写がケッチュのマルクト広場を飾っている。この他、ケッチュのエンデルレのブロンズ像や、ライン側とその古い川筋に挟まれて出来上がった。 ライン・インゼルが町内にある。2003年に、ケッチュの屋外プールは大幅に改修され、近代的に改造が施された。以前からあった、人工派のプールの他に、飛び込み用のプールや競泳用プールが近代化され、約50メートルのウォータースライダーが作られた。この屋外プールのすぐ近くには、屋内プールがあり、2007年から2008年に、かけての冬季シーズンに改修がなされた。 これにより行為室が新しく広くなった。この他にもエレベーターが設置され、身体障害者もこの建物の3階にある屋内プールを訪れることができるようになった。1950年代の砂利採掘でできたいくつかの池がある。そのうちの一つは無料の公共水浴場として利用されている。これらの池の周辺地域はホービーゼと呼ばれている。 周辺の川や池に魚が多く生息していることから、ケッチュはレクリエーションフィッシングの愛好者に人気である。この町には2つのフィッシングクラブがある。AV ケッチュとスポーツフィッシャークラブケッチュである。7月の第3週末には、ホービーゼで伝統的な釣り大会が開催されている。また、毎年、ケッチャーバックフィッシュフェストやゴルトビングトレフフェンが開催されている。 2005年から女子ハンドボールブンデスリーが一部でプレーしている TSG ケッチュの女子チームは全国的に有名である KSV ケッチュの男子レスリングチームはレスリングのブンデスリーが一部で活動しているケッチュには地域機関やアルディのコーヒー焙煎施設があるまたアルディ SD の店舗もある街の東にはアウトバーン A6 号線の南には A61 号線のインターチェンジがある。PNV はラインネッカー交通連盟に加盟するラインネッカー交通を運営している。いずれも SPVGG06 決中でプレーした経験を持つサッカー選手である。この文献はドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。